霊的情報処理の仕方というタイトルの記事です。情報処理と聞きますと、人それぞれにどういう情報処理の内容なのかについて推測する内容が大きく変わってきますので、ここでは情報処理の仕方の前に霊的という形容句を付加しておきました。それは
説明文の下の方に出ている情報の簡潔な3分類例のところで出てきますから、そちらで説明したいと思うんですが、現代人は膨大な情報に取り巻かれていて、この情報というのにリンクが貼ってありますから、それをクリックあるいはタップしていただければ、別枠でお使いのブラウザーでこちらのそれに関する詳しい説明記事が表示されますから、もし興味があればですね、それぞれのリンクのファイルをですね、開いてご覧になってください。膨大な情報とありますが、一昔前ですとね、インターネットが普及する前ですと、情報は新聞、テレビ、それから書籍などから得ていたわけですが、今ではおそらく一番世界中で行き渡っているのはインターネット情報ではないかと思われますね。どういう情報収集手段を用いるかによって、それぞれの個人の情報量とか質が変わってきます。情報の大会で頭が溺れてアップアップする、まあアップアップするの次にダウンダウンと書いておきましたが、あまり情報を取り込みすぎますとね、まあアップアップして溺れると言ってもいいですし、頭の働きがダウンしてしまうという場合もあるわけですね。それで私はどのような情報でも、私イコール真実在セルフなる現象源と、私、これは私という思い、あるいはエゴのことです。そうしてそこから派生する私の、私のというのは、その後に苦痛はですね、情報に対しては考え事、自分の判断である thinking、考え事があるわけですが、もちろん単なる考え事だけではなくて、情報に接した時にその人が反応する感情なども含まれています。そうして感情思考が人間の体を突き動かして、行動ですねに走ることは毎日誰でもが経験しているだろうと思いますね。それで私のという3つの枠組みで分類処理をするので、例えば私の知覚認識の対象である我が世界、知覚認識というのは5つの感覚器官を用いて見たり聞いたりというようなことです。その対象の総体を人は
世界と思っているんですが、その世界というのはみんなに共通しているというよりも、一人一人の世界、一人一人の知覚認識で構築される世界ですので、我が世界、 My World と私は表現しています。ここはとても大切なところで、人間一人一人と別に誰にでも共通している世界という実体があって、それを個人的にどう眺めるか、どう判断するか、どう価値観を与えるかということではなくて、世界というのは一人一人にとっての世界なんですね。知覚認識といっても、例えば太陽や月を眺めた場合に、立っている位置、眺める位置に従って、本当はその人が見ている太陽とか、その人が見ている月、お月様とかいうことでしてね、対象というのは一人一人にとっての知覚認識存在であるということなんです。ここを勘違いして、個人個人とは関係なしに、誰にでも共通している対象世界が現実としてあるんだと思ってしまうと、もう間違いなんです。我が世界、My World であるということを忘れないようにしていただきたいと思うんですが、例えば一人の子供を見たときに、それが我が子であるのか、他の家族の子であるのかで、my、私の感情は全然異なってきますよね。それと同じことです。我が世界も一人一人の知覚認識の仕方によって、その個人が持つ感情思考は別だということですね。我が世界の物事の場合、受信する情報知識が私、私イコール真実在 self なる現象源への帰還、つまりジーは個的生命の身と心が出てきた源、現象源へ戻ること、期間に無用なら、役に立たないなら、なるべく早めに見切ってしまう。私の場合には、まあ早いかどうかはテーマによって違うんですが、だいたいこのようにして、いつでも私、私、真実、真理、宗教、無神無我、無名、無形などという私、私、真実在 self なる現象源へ帰還、戻っていくのに役に立つかどうかで価値観を判断します。役に立たないなら、なるべく早めに見切ってしまう。そうしないと、人生の一大事である己の出所への疎行、エコー、変章、帰り旅が実現されないからです。情報を無視するのではなく、見て、あるいは確認して縁を切る。情報すべてを無視できるのは、
下脱者だけです。下脱していない限りですね、どういう情報なのかを一応見て、あるいは確認して、例えば私の場合でしたら、ラマナ・マハルシの教えなら、縁を切らないで、それに従って学習し、学び実習し、そうして期間、現象現への期間に役に立てますし、もしそういう縁がないような情報なら見切るということですね。そうして I am 実習に戻る。情報を学習するのは I am 実習に従って己の出所へ帰還できるかどうかという点に、まあ、価値観の分かれ目があると言ったらいいでしょうかね。そうして考え事をする頭、第六式とも言いますが、を I am 実習に持っていく。息を吸ってあー、息を吐いてあん。それ以外の考え事が出てきたなら、覚息、思いの手放しをして、また息を吸ってあー、息を吐いてあんに戻って、No thinking の保持時間を長く保てるように学習、実際に学び、修行するということです。エコー編章、エコー編章というのは、我が世界に自分の目の光などを向けて、そうして頭を我が世界という仮初めの現象世界に突っ込むのではなく、そこから意識を引き戻して己の出所である私、私に帰還する、そういう修行、霊的修行、霊性修行をエコー編章、光を我が世界から引き上げて心の奥底に、奥底を照らし返す、そういう意味ですね。それに有用な情報なら学習する。私の場合にはまあ、ラマナ・マハルシ、聖者の教え一つだけで十分なんですが、もちろんその他の下脱者の教えでも結構です。私が、まあ、自分で見て確認して縁を切る情報の発信者たちの大半は、愚道者でもなく、ましてや下脱者でもないので、彼らが発信する情報は学問的またぎきやそれに基づく推測、空想が多い。例えばインターネット情報でですね、ヨーガとか、あるいは栽培法とか、また宇宙知識とか、地球外生命とか、そういう検索用語をネットで探してごらんなさい。で、その情報提供者は、愚道者も少ないでしょうが、下脱者はおそらくゼロです。下脱者は自らインターネットで情報を発信するようなことはまずないと思います。究極の下脱者と自称詐欺する人間とか、奥義伝授の公開とか、サマーディの公開とか、そういうことをしている人たちも下脱者ではありません。宣伝者でしょう。事実としての証拠証明があやふやな情報、
要するに解脱者でないということが、逆に言うとはっきりしている情報に左右されるのは愚か。まあ私のところにはですね、自称解脱者とかサマーディを公開しているとか、そういう人たちは本物ですかというような問い合わせが昔から結構あるんですよ。それでまあそう質問する人たちのレベルも問題なんですけれどもね、だいたい解脱者が自己宣伝を発信するわけがありませんので、そういうことを知らないということ自体が私に質問を送ってくる人たちのレベルの低さ、未熟さの証拠証明でもあるんですけどもね、まあ一応お答えするようにはしてるんですけどもね、まあ人間というのは詐欺情報、フェイクニュースなどに引っかかりやすいんですね。それは自分の中にある間違った情報が反応しているからなんです。ですから、解脱者の、例えばラマナ・マハルシの聖なる清らかなエゴのない情報をいっぱい自分の心に溜め込んでおけば、それとは相反する汚れた、まあ汚れた間違った情報を一瞬にして見分けて受け入れないというふうにできるんですが、まあそこまで言っていない人たちはですね、ジャングルの中で迷って方向を徘徊しているようなものですから、こういう道がありますよということを返信で教え示すようには努力してきています。ということで、マスコミやインターネット情報に接したら私に関係あるのか、私にかエゴに関係あるのか、私のまあ主に所有格ですが、所有意識ですが、私のこの3つの枠組みで分類処理するのが賢明で、そうして私を捨てていって、私なる真実在セルフという永遠至福に関係ある情報、まあインナートリップ、内的旅行の切符ですね、チケットを得て、そうしてゴールである永遠至福に向かう旅を進めていくというのが賢明ですよというような記事なんですが、で、情報の簡潔な三分類例とありますが、例えばインターネットでもその他の情報源からでも、人間の心身とか社会、世界、地球、宇宙などに関係あるなら、それは私の thinking に考えある関係あることですから、それはもう大方見切って捨ててしまうということなんです。私の修行、解脱者でない限り修行しなきゃいけないですから、それは例えば東方の All is One Index からですね、4番 A の Your Diversity 様態などを、まあ、クリックタップしてご覧くださいという意味です。ノーアルヨガ生活、まあ、平和というのは個人個人の心の問題なんですが、戦争中毒者、あるいは軍団、あるいは戦争中毒国家などが侵略していろいろなものを、資源を奪うということでは
とても心の平和は得られませんから、なるべくなら自分の肉体を養う分の栽培生活をして、そして地上での平和な生き方をしておいて、回向遍照修行をするというのが望ましいので、それを私はノーアルヨーガ生活と言っていますが、それは5番、目次の5番1の連用日記などをご覧いただければ、10年間ほど蓄積してきた記事や写真やムービーなどをご覧になれます。それからその他のあれやこれやの修行に関係ある用語はですね、 Always One Isha Index のずっと下の方に項目ごとに出ていますから、それらをクリックタップしてご覧ください。それから私の my の元になる私、私という思いに関係して、もしいろいろな宗教書あるいは記事などを見ていて、自分とはとかですね、自我とかエゴとか私は誰かなどに関係あるような用語説明とか記事などをご覧になったら、それは私に関係あることだということで、この Always One Isha Index の中の2、私の項目のあれやこれやをご覧になっていただければ、まあ、私が引用するのは大方ラマナ・マハルシ聖者の教えが多いので、それはその下の私、私の方に導きやすいですから、心理学的に自分とか自己の問題とかそういうことではなく、下脱者の説明の方に向かうような私、私という思いの理解をなさってください。あと言葉として、真実、真実と真理は異なります。ヨーガバーシティでは分けて使っています。現象の中の真偽、真実と偽りの場合の真実と、現象現セルフとしての真理、この真理というのは実在する唯一のものです。真実は現象世界では、まあフェイク、真偽の真と偽ですから、どちらもというより偽の方が、偽物の方がたくさんあって、真実は少ないんですが、で真実をと真理を区別しないで使うのが一般社会ですが、私は現象世界の真実と究極の唯一の実在としての真理を区別しています。つまり現象と現象現を区別しているということですね。それから宗教といってもですね、いろいろな宗派がありますね。宗教といっても、まあ寺院とか教会とかね、そういうところに立てこもって信徒集め、説教活動をしているのは真の宗教ではありません。宗教というのは、宗は大元という意味です。教えですから、大元の教えというのは、この真理なる真実在セルフという現象源に関する教えでないといけないんですが、我が宗においてはと、なんかその宗派の教義を押し付けるような宗教が多いし、また秘密結社的な宗教で、支配欲という野望に満ち満ちたご開祖様たちが、まあ、信徒たちを奴隷扱いして支配する、そして自分と自分の周辺だけ
がいい目を見たいという邪習ですね、そちらの方が多いですから、まあそういうようなものに引っかからないためには、この Always One 一社インデックスの一番の私私に分類されているところに出ている項目を学習なさってください。この私私というのは無心無我無名無形であるはずなんです。ですから無名無形じゃなく、例えばキリスト教とか仏教というのは無名じゃなく名前がありますよね。名前が冠せられているものは本来の宗教ではありません。それからその無名無形に行くためにはですね、無心無我、無心は No Thinking と一緒です。みんな考え事をして、あるいはいろいろな聖典と言われるものを引用して説明していますでしょ。私は賛同するとかで、私の解釈はこうであるとか、説教師たちがいろんなことをしゃべりますよね。それは無心じゃなく右心ですね。右心の右は計らいと同じ意味ですよ。ですから無心無我なる私私と、世間での世界でのいろいろな宗教、名前がついた宗教、無名じゃなく有名ですね、有名、有名ですね。キリスト教とか仏教とか海教とか有名ですよ。そうではなく無名無形になった宗教大元の教え、私私イコール真実在セルフなる現象源、それそのものでないといけないということですね。まあそれにはこの一私私関係の記事を学習なさってみてください。私はこれを人に示すためじゃなく、自分の修行、学習、学び、実習することのために、随分と長い期間かかって、こういう分類法に至ったんです。まあ、それまではですね、例えば岡田式星座、の会に行ったり、ヨーガをお二方の先生のところに習いに行ったり、それから自分でキリスト教仏教の書籍を、まあ、国内外から集めて随分と、まあ、お金も時間もかけて学んできました。どれぐらい教材買い集めたかというと、何百万じゃないんです。何千万ぐらいは買い集めて勉強してきたんです。でも結局はね、この3番の私の何々だったんですよ。それでラマナ・マハリシが私の何々は私に帰すると教えてくださったんですね。そうしてその私というのは、思えばあるし思わなければない観念だから、そういう虚出没、出たり現れたりという儚い現象の観念を打破すれば、私意識の発見と解消、破我をすれば、あなたは私私なる真実在セルフを確知して永遠至福に安住できるよということを、まあ世間の言葉で言うとラマナ・マハリシは身をもって示してくれたわけですね。それが彼の解脱の証明、証拠が私にこの人生で、その他のことはどうでもいいから、私、私に帰還する。そのために生まれてきたんだ。
今回も生まれてきてしまったんだ、ということを納得させてくれたんですね。ですから、私にとっては、ラマナ・マハルシという 100% 確実な解脱者、一人の教えがあれば十分なだけなんです。そこに行くまでに、まあ、20年近くは私のあれこれをやりすぎてしまったなという気がしていますね。まあ、これを参考にして皆さんは皆さんでご自分なりの霊的ということは幸福 100% になるための情報処理の仕方をご自分で実践なさってみてください。
まあ足を疲れるかもしれませんが、短いの演奏ですから、足踏み変えたりして、安定した姿勢にしておいて、なるべく息を安らかにして、そうして思いを手放して充電する。充電するということは、エネルギーがどこからかやってくるんですね。どこからって考えなくても、充電されれば今は結構ですから、充電を妨げる一番の消費電力は、thinking、考え事です。ですから考え事を手放して、バッテリーを減らさないというふうに工夫すればいいわけですね。ではしばらく安らかな息をしながら、息の観察をするか、ダーラナー。そして思いが出てきたなら、電力を食いますので、それを手放して、エネルギーが溜まっていく方に持っていって漏れないようにする。それだけです。ではしばらくどうぞ。考え事をしたなら手放す。またしても手放す。そのようにして手放すということの癖を、皆さんの頭の働きの中で育てていかないといけないんですね。考え事をするのではなく、それに気づくという働き、気づき意識と僕は言ってきましたが、考え事をするのは一つの能力ですが、それを手放すというのは別な能力です。その別な能力の方、思いの手放しの能力の方を育てていく。それが正気充実するコツでもありますし、自分意識に深く気づく秘訣でもあるわけですね。ではもう3回の入出息を観察なさってください。
終わった方は体を緩めてお休みください。体を安定させて、息も心も安らぎ静まるようにする。それが瞑想の入り口の大前提ですので、自分で工夫して安定した姿勢、どうすればいいんだろう。楽に息する。それから頭を休める。考え事をしたならすぐ手放すようにする。その辺のことを忘れないようにして、静かに座る。岡田先生が言われました、正座。静かな座りになるようにね、自分で瞑想修行を積み上げていかないといけないわけです。しばらく静かな座り、正座をお楽しみください。ちょうど今、ラマナ・マハルシの手で、見るものと見られるものというところに差し掛かりましたが、皆さんが座っていて体が安定しているかどうかとか、今入息しているのか出息しているのかと見ることができるのは、目をつむっていてもわかるのは、皆さんの心の働き、脳の働きによってなんですね。それからもっと大事なことは、考え事をしているかしていないか、それを見極めることができるのもまた皆さんの心の働きなんですね。心で心を見るというと分かりにくいですけれども、心の働きあるいは機能というものを分類してみて、考え事をする心と考え事をする心の働きを見ることができる別な働きがあると理解すればわかりやすいでしょう。同じ心といっても、記憶を蘇らせて、それを考え事に発展させる力もあれば、そういう心の考え事の働きを見るという機能を持っている心の働きもあるんだと考えれば分かりやすいかもしれませんね。それで世間ではどちらが大切かというと、考える力なんですね。考えて物を作るとか、ビジネスを成功させるとかね、あるいはスポーツ、芸能、世界などで活躍するとか、そのような場合においては、何が大切かと言ったら、考える力、工夫する力なんですね。想像力などというのも考える力の方を言っているわけです。それで出世間においては、宗教において必要なのは、必要じゃない、もっと大切なのは、考える力ではなく、考えることを見ることのできる能力なんですね。ですから心に考えるという働きと、考え事を見つめることができるという能力があると大雑把に言いますなら、宗教においては、あるいはヨーガの修行においては、
考える力ではなく、考え事を見つめる能力を育成するのが修行なんですね。そこはっきり理解しておかないと、これはいい考えだ、これでいこうとかね、ヨガとか禅をですね、世間での出世主義に使う人たちがいますでしょ。それは非常にヨガなどの理解の仕方が幼稚だからそうなってしまうんですが、残念ながらヨガの修行を指導する人たちにおいては、考え事をする能力を発展させることはできても、考え事をするのをじっと見つめている能力を発揮させる、そのような指導をする方々っていうのはほとんどいなかったわけなんですね。で、皆さんは自分であれこれ考え事をしてきて、そのような何十年間かの生活をしてきたわけですが、私の回想を皆さんに書くことを進めているのは、考える力ではなく、考えて行動してきたことを見つめる力、見つめる能力を開発しないといけませんよっていうことなんですね。ですから私の回想を書くのと、瞑想において考え事をしている自分に気づいて手放すのとは目的は一緒、一つなんですよ。考え事の背後にある自分意識に気づくということですのでね、執着している、何かに愛着している、何かを嫌悪する、その自分意識はどれほど自分の中に根強くあるのかって、そういうことを発見するために私の回想を書いたり瞑想したりするわけですね。私、自分という観念を打破するためにアートマ・ビチャラもラージャ・ヨーガもあるわけですね。そのためには静かに座って、あるいは心を静かにして考え事を少なくしていって、なおかつ出てくる考え事をじっと見つめて手放しておくというような態度を確立できないといけないわけですね。一言で言いますと、心の静まりが大切なわけです。静まるとはどういうことか、考え事が出てこないか非常に少ない状態を言うのであってね、その他のことではありませんから、思いの手放しイコール心の静まりなんですね。それではもう3回の入出息を観察なさってください。終わった方は体を緩めてお待ちください。
リラクセーションの一概論の15番は幸福 100% というタイトルの記事です。ストレスを感じるのは目覚めている時か夢を見ている時で、睡眠、熟眠している時には感じません。心の活動状態は1、目覚め、2、夢あるいは無眠、3、熟眠の3種類に分類されます。皆さんの心の活動状態をですね、3種類に分けますと、肉体と感覚器官で目覚めている目覚め、ジャーグラトとサンスクリットでは言います。それから夢を見ている状態、スバプナと言いますが、目覚めと夢、これらは考え事と関係ある心の活動状態です。それからその考え事が休んでしまった場合、一時停止してしまっている状態で、知覚器官があるいは感覚器官が外の世界をも自分の心の活動状態をも覚えていないという熟眠、ああぐっすり眠ったという熟眠状態、スシュプティ、その1目覚め、2無眠、3熟眠と3つの状態があるとインドでは昔から教えているわけですね。これらの心の活動の状態はですね、一つの状態から他の状態へと変化するもので、いつまでも続くわけではありませんから、ストレス、目覚めと夢の時の考え事に関係あるストレスとて、いつまでも続くわけではないのですが、人によっては常にストレスに悩まされていると勘違いしている場合があるようです。例えば目覚めている時にストレスがある、夢を見てもなんか嫌な感じでストレスが溜まっている、ところが熟眠をしてしまえばそのストレスを知覚しないので、何時間か熟眠したとすると一日のうちの何時間かはストレスを感じていなかったんですが、目覚めた時にですね、またすぐストレスがかかっているのを知覚しますので、一日中あるいは一生ストレスに悩まされていると勘違いしている人たちが多いんですね。熟眠状態でのストレスのない状態を抜いてしまっているんですね、自分の人生から。まあいろいろ嫌なことがあっても夜ぐっすり眠って、ああ気持ちよかった、今日はまた新たな気持ちでやろうという人たちもわずかながらおられますが、それよりもああまた嫌な一日が始まるとか、ストレスを今日から明日へ、明日から明後日へと引き継いでいく人たちの方が多いんですね。それでまあストレス社会などと言われているわけですね。これらの3つの心の状態の根底には私という思いがあり、例えば私が目覚めている、私が夢を見たとか、私がぐっすり眠ったとか、いつでも私という思いがあるんですね。その私という思いが全ての心の活動の元になっているわけです。このたった一つの私という思い、自分意識とも言います、に支えられているに過ぎないのが目覚めとか夢とか熟眠なんですね。ですから3つの心の状態を取りまとめている親分みたいなものがいて、その親分が自分意識、エゴなどと言われているものです。それでストレスの問題になるのは、目覚めている時の考え事とか無眠、夢を見ている時のやはり考え事だと思うかもしれませんが、それらも私という思いがなければないわけですから、一番底流にあるのは私という思いであって、それが
ある限りストレスは完璧に解消されることはないんですね。ですからストレスイコール自分という観念、私という思いだということをまず理解しておいた方がよろしいでしょう。この観念というのはですね、分かりにくいかもしれませんが、思えばあるし思わなければない類のものですから、例えば熟眠しているときには私はと思ってないわけですから、その観念はないわけです。目覚めているときと夢を見ているときには私はという思いがありますから、あるわけなんですね。ですから3つの心の状態のうち1番目の目覚めと2番目の無眠では私という思いは働いていますが、3番目の熟眠の状態では私という思いも眠っているわけなんですね。なくなったわけではないんですが、眠っていてまた目覚めるんですね。そのようなものが観念ですので、観念というのは思えばあるし熟眠時のように思わなければないということは夢幻のようなものなんですね。亡霊のような儚いものです。いつでもあるわけじゃありませんので。ところが人は一生私は自分はという観念に縛られて生きていますので、一生イコール私の何十年間かという観念ですね、思い込みで自分の人生を捉えているわけなんです。毎日まあ 4,5 時間は熟眠していて、それの365日分が1年間で、それの70年80年間が一生私という思いから解放されていた時間があるにもかかわらず、私はと思って一生私の人生はこうだったとか勘違いしてしまってるんですね。自分の人生をも勘違いしてるんですね。しかし真理の各地現状者たちは、自分というものはなく、ラマナ・マハルシみたいな人たちは自分、私という意識、エゴがないので、心の三つの状態、目覚め、夢、睡眠を超越した第四番目の境地、トゥリーヤとも言いますが、第四位、第四番目の境地というストレスフリーのですね、幸福 100% だけが実在すると覚知していて、悟っていて、そのように僕たちにも教えてくれているんですが、なかなか凡人はその第四番目の境地、目覚め、夢、熟眠が出てくる現象源としての第四位という境地、真理、それをわからないわけなんですね。ヨーガバーシティで提供するリラクセーションは、この幸福 100% のトゥリーヤ第四位へと導かれるものですが、第四位へ導かれるということは、目覚め、夢、熟眠を超えて何かが実在しているということを覚知する方に導いていってくれるということです。幸福 100% の方に導いていってくれるということです。